歌舞伎町からこんばんは。今朝4時半です。さすがに人いないですね。人いないですねって言っても4時半なら人いないんですけどね。でも歌舞伎町だと4時半だとまだまだ人いてもおかしくはないんですけど、さすがにいないですね。歌舞伎町は行かないです。今からドン・キホーテに行きます。でもやっぱり人いるな。もう家出たのこれ3日ぶりですからね。3日間家から一歩も出なかった。朝焼けです。綺麗ですね。あ、すごいな、綺麗だな、いいな。ちょっと綺麗なんでここで話しましょうか。いやでもな、怖いし寒いしな、やめよう。ですいませんね、動画全然出してなくて。すいませんねっていうか、あの待ってくださってる方少しだけどいるかもしれないんで、ちょっと YouTuber っぽく言ってみたんですけど、割合ですね、忙しくて他のこと全然やれないんですよ。申し訳ないです。であのリモートワークの方いろいろ見てくださってる方、書き込んでくださってる方、秀樹さんとかね、いろいろあのタスクの方コメントくださいましてありがとうございます。すげえ嬉しいです。今テレビやネットで話題のマスク売ってるんですよ。今歌舞伎町50枚入りで3900円って書いてあるでしょ。前来た時は5000円だったんですよ。3日前、1週間前ぐらいは5000円だったんですよね。でかなり余ってました。欲しい人は買えばいいかもしれないですけど、俺は全然いらないんですよ。あ、猫どこ行く？そこなの？家そこなの？すごいね。僕は幸いにして家から一歩も出なくても生活できるんで全然問題ないんですよ。まあ、欲しい人は買えばいいと思いますけど、でもまあただ製造の、どこで作ってるか見てみたんですけど、書いてないんですよ。中国製とも書いてないんですよ。だからもうそんな怪しいマスク買えないっていう話ですね。でドン・キホーテで、ここの大久保のドン・キホーテなんですけど、ここはまだ24時間やってるんですよ。歌舞伎町の方のドン・キホーテはもう、朝8時から夜の12時までになってます。行きましょう。ここのドンキ僕ん家からめっちゃ近いんですけど、夕方とか昼間とか怖くて行けないんですよね。だからもう夜の超遅い時間か朝の超早い時間かで行くしかないです。あ、でもやばい、人いるな。さすがの歌舞伎町のドンキですね。でもだいたいキャバクラ嬢っぽいのしかいないっていう。で私何を買うかっていうと、パスタのソースとあと肉をちょっと買いたいと思っております。あるかな？ありますね。ありますけども、私の好きなやつがあるかな、どうだろう、ない。このシリーズ超うまいっすよね。これも超うまい、これはもう間違いなくうまい。でも家に死ぬほどあるんですよ。これ買ってみるか。これ買ってみます。珍しいんですよ、アメリカ産だって。これも買ってみましょうか。これも珍しい、アメリカ産。やべ、ドンキ弁当安すぎでしょ。298円、割合うまそうだ。ピクルスとケッパーが欲しいんですけど、どこにあんだ、全然見当たんないな。あとはポン酢、こんなでかいのしかないのか。でもまあ安いからいいでしょう。今の時間でも割合肉売ってますね。僕これ肩ロース好きなんですよ。なるべく脂の少ないところ、 100g100 円なら全然ありっすね。あと珍しいところだと牛すじ国産の赤身 100g150円っすね。割といい値段するな。ただほら、僕肉屋の息子じゃないですか。どれを買ったら一番お得なのかっていうのはすぐ分かるんですよ。これなんか全体的に割合いいっすよ。割合いいな。これはちょっと脂が多すぎるから割高かな。これも脂がちょっと多いかな、迷うな。これだな、トマトソースで煮込みます。あと鶏肉っすね。この手羽元と迷うとこなんですけど、手羽元グラム78円じゃないですか。
これ中に骨が入ってるんで骨が3分の1ぐらいなんですよね。これグラム100円ぐらいになっちゃうんで、まあこっちで。あとセロリが欲しいんですけどセロリがないんですよね。マスク売ってるには売ってますね。ここにもマスクが一応あります。すごいですね、ドローンも売ってんだ。なんか消毒液も一応買えるようにはなってきたみたいです。あ、すごい明るくなってきた、あっという間だな。というわけでこれ結構この自粛まだまだ続くと思いますけど頑張りましょう。